持ちになれるをもとに、小学生から社会人までの幅広い年齢層のメンバーで力を合わせ日々活動しています。ご縁があり、この第1回宇都宮よさこい祭りに出られたこと、メンバー一同嬉しく思っています。本日は力の限り精一杯踊らせていただきますので、よろしくお願いいたします。演舞の注目ポイントは、私たちの精一杯を見てくださいとのことです。それでは襲来舞踊団の皆さんです。お願いします。はい、今ご紹介いただきました群馬県高崎市に参りました襲来舞踊団と申します。どうぞよろしくお願いいたします。まずは、今日チーム演舞最後になるということなんですけれども、本日第1回宇都宮よさこい祭り、無事、開催をできたことを本当に心より、お喜びを申し上げます。そして呼んでいただけて感謝を申し上げます。ありがとうございました。去年の、ね、夏からお約束をしていて、はい、長い半年でした。ようやく宇都宮に来ることができまして、我々栃木は何回も来たことあるんですけれども、宇都宮で踊らせていただくのは多分初めてでして、はい、心待ちにしてました。本当は全員で来たかったんですけども、実はうちのチーム、皆さんご承知の通り、今年の1月1日に能登の方で震災がございました。その震災の我々が復興支援できるわけではないんですけれども、京都にあります関西京都今村組というチームにお誘いをいただいて、今日、10人ほど能登の方に、能登でお祭りよということで、金曜日の夜に仕事終わりで、車で向こうへ、3台で走って、昨日準備で今日今頃能登で、被災者の皆さんと共にお祭りを立ち上げていると思います。我々は宇都宮半年前から約束してましたので、このメンバーで、来させていただきました。能登の思いも背負って、精一杯最後のステージ止めさせていただきますので、どうぞ最後までご声援よろしくお願いいたします。お願いします。それでは元気よく踊らせていただきます。襲来舞踊団ご協力の愛、
Yeah!